竹川二春三月、場所は玉から亭。玉からの娘、大君と中の君の姉妹を垣間見る、蔵人少々。姉妹は、壺洗剤の桜を掛物にして、語を打っている。その子にいる、清掃の女性は女房たち。あずまや人手前は女房に髪をすかせているうじの中の、君。中の君の右に、横顔の見えるのは、女房の右こ奥は浮船。 に大宮に強引に言い寄られて、昇進の浮船を慰めようと、イボ姉の中の君は、物語絵を持ち出す。ウコンが、物語の言葉書きを朗読し、浮船はそれを聞きながら、冊子の物語絵に見入る。この図は、当時の物語鑑賞や、絵画鑑賞のあり方を具体的に伝える貴重な資料である。柏木に柏木は、現氏の君の精裁。 女さんの宮との密通事件の後、重い病に伏せていた。場所は、柏木亭。病の床に伏す柏木は、見舞いに来た幼な友達の夕霧に工事を託す。宿り木三瓦を引く二大宮と中の君。場所は、二大宮の二乗院の隊の矢。二大宮は六の君を北の方とし、中の君のいる二乗院には滅多に顔を見せない。 身思の中の君の思いは複雑である。そうした中の君の相談相手になってくれるのは、薫だった。に大宮は、琵琶を引いて、中の君を慰めようとするが、中の君には、薫の移りかがし、に大宮は二人の仲を怪しむ。斜めの構図が、男女の不安定な心を象徴する。庭の尾花が、季節が晩秋であることを告げる。現氏物語絵巻きは、 源氏物語を題材にした絵巻物である。源氏物語を題材とする絵巻物は複数存在するが、本校では通称、高吉源氏と呼ばれている平安時代末期の作品で国宝に指定されている作品についてもべる。かつて、高吉源氏と呼ばれてきた源氏物語絵巻は、源氏物語を題材にして制作された絵巻としては現存最古のもので、 平安時代末期の制作であるとされている。伴え、大納言上言葉、四山縁起絵巻、長寿人物ギガと共に日本四、大絵巻と称される。なお、日本四、大絵巻には、長寿人物ギガの代わりに、小川寺縁起絵巻を挙げる見解も存在する。本来は、源氏物語の54条全体について、作成されたと考えられている。 格上より一内四三場面を選んで絵画化し、その絵に対応する物語本文を書写した言葉書きを格図の前に添え、言葉書きと絵を交互に繰り返す形式である。全部で十巻程度の絵巻きであったと推定される。本絵巻きで現存するのは絵巻き全体の一部分のみである。名古屋市の徳川美術館に絵十五面、地二十八面、柏木、横笛、 竹川、橋姫、沢浪、宿里木、あずまの角上、東京都世田谷区の五藤美術館に家四面、四球面が所蔵され、それぞれ国宝に指定されている。徳川美術館に所蔵されている三環境は、元、尾張徳川家にあったものである。一方、五藤美術館にある一環弱は、元、阿波八塚家にあったものが、明治二十年頃に、他の美術品などと一括して、 美術賞、柏木元無いにしに売却され、その後実業家で茶人の増田ダの所蔵となり、さらに戦後になって、東京コカ・コーラボトリングの創業者、高梨二三郎の所有となり、東急グループの総帥、後藤慶太が、同人の死の直前に買い取ったものである。徳川本、後藤本とも1932年、保存上の配慮から田中新富によって、言葉書きと絵を切り離し、 巻物の状態から、霧り箱製の額装に改めたものの、徳川盆に関しては、2018年、台紙が沿ったり、紙に亀裂が出たりしたという、保存上の理由から、再び、巻子盆に表層し直された。このほか、東京国立博物館に、若紫の巻の絵の段巻があり、諸芸文化院の春景記念書道文庫に、飯島春景が収集した末無花、昭風、 とこなつ、柏木の言葉書きの段階が、その多数箇所に若紫、薄雲、少女、ホタル、柏木の言葉書きの段階が所蔵されている。ただし個人像とされているものの中には現在、所在不明になっているものもあるとされている。2015年11月13日、徳川美術館により、現氏物語絵巻の修理過程で、計算面から、 構図の異なる下絵が見つかったと発表された。徳川本、後藤本が、それぞれ尾張徳川や、八須賀家に入る、以前の伝来は、徳川義親による駿が子譲る本説もあった。ところが、徳川美術館学芸部長の四つ辻秀樹は、徳川、後藤本、源氏物語絵巻の来歴について、幕末に、高塚酒から尾張徳川や、 八須賀家に子女が嫁いでいることから、この説を否定し、高塚さんへ講助の嫁入り本として、絵巻が送られた可能性を以下のように述べている、明治維新に際して、八須賀家の手を離れた後藤本は、その後、古川急行、荷川則利柏木海一郎と所蔵者を転々とし、明治末年には、増田隆が入手、徳川本山観の額面寺建てへの改装に順じて、 田中新富に額面に改めさせている。戦後に至りマスダ家を離れた後藤本は、せず井之助を経て、高梨二三郎、さらに、後藤慶太の優となり、昭和35年後藤美術館の設立に伴って、これに寄付され、今日に至っている。これらの絵巻が、大阪夏の陣で、豊臣家滅亡に際して、徳川家康が八塚と共にその倉庫に忍び入り、略奪した。 財宝類の中に含まれていたとする俗説が戦前に生み出された。高津笠家にとって大切な絵巻の一部や模本がなぜに、尾張徳川家や阿波八塚家にもたらされたのであろうか。天保7年、高津佐聖広氏の娘亭氏が、この絵始め前の幼女となり尾張徳川家11代、成春に入予。一方、高津佐聖広氏の娘子が、八塚家12代の妻正雄人に、 高津佐正道の娘表紙が、八塚家十三代、最有子夫人となるなど、それぞれに深い婚姻関係にあり、その中で、家の宝とも言うべき重宝が贈答されたと考えられる。国宝、源氏物語絵巻もまた、かすが根源源へと同様に御石家の一つ、高津笠家から、それぞれの大名家にもたらされた可能性を視野に含め、考えても良いように思われる。 横笛言葉書き絵巻の言葉書きとしてに対応する源氏物語の本文が消失して書かれている。この本文の内容は青表紙本や河内本といった現在一般的に知られている源氏物語の本文と大筋で同じながら部分的にかなり異なる本文も含んでおり、中には陽明文古本などの別本とされる本文に近いものを多く含んでいるとの指摘もある。これが もともと異なる本文を持つ写本を元にしたために、異なるのか、それとも絵巻物の言葉書きという性質上もともとの本文を要約するなどの改変を加えたためなのかが、不明であり、そのまま、源氏物語の伝本とみなすことはできない。しかし、現在残っている、源氏物語の本文として最も古いもので、平安朝の本文を今日に伝えてくれる、現存唯一の重要なものである。 また、絵言葉本文の伝来については、この絵言葉本文作成の際に参照した、書本学に、冬本の系統であり、川外省書院の11位、霊古本に一致するところがあることから、これらの本文系譜が一本に訴求されるとする説が、唱えられている。金字、両語、光る源氏物語本字に見える、石管家伝来の源氏物語本文の記事と、 柏木巻の言葉書きの本文特性が別本の法坂元、国冬元に近接するという調査結果とを緩して、この言葉書本文を石関家電量本群本文と想定し、この本文系譜の総本に紫式部日記に見える紫式部の源氏の物語総工本を想定する論文も提出された。本校で解説する源氏物語絵巻は絵師を 藤原高義と伝えることから一般に高義源氏と呼ばれていた。源氏物語を題材にした絵巻物が数多くある。中で国宝に指定されているものはこれだけであることから国宝源氏物語絵巻と呼ばれることもある。この古障は所蔵先の後藤美術館や徳川美術館のオフィシャルサイトやパンフレットなどにおいてしばしば使用されている。 また、所蔵先の名前を冠する形で、徳川本源氏物語絵巻、後藤本源氏物語絵巻等と呼ばれることもある。源氏物語を題材にした絵巻物は数多く存在し、源氏物語絵巻という名称で呼ばれる絵巻物も、いくつか存在する。国宝本以外の著名な源氏物語絵巻としては、カノナオノブによるもの、クスミ森影によるもの、 かのえいかわによるもの等がある。しかしながら現存している、源氏物語を題材にした絵巻物の中では、高吉源氏が、最も古く、最も著名であることから、単に、源氏物語絵巻と呼ぶ場合には、高吉源氏を指すことが多い。鈴虫、源氏の君は、霊誠院から、月見の縁に招かれる。柱を背に座るのが源氏、これに対するのが霊、霊誠院。 源氏の弟、霊玄院は、実は、源氏と藤壺との密通によって生まれた不義の子であった。画面右の笛を吹く、若い貴公子は、源氏の子、夕霧と見られ、源氏は、実の子と不義の子に挟まれて座している。かつてこの、源氏物語絵巻は、平安時代末期に名高い絵師として活躍した、藤原隆義が一人でこれを描き上げたと考えられていたために、 一般的に、高吉源氏といった呼ばれ方をされていた。しかしながら、この絵巻を、藤原高吉の作であるとすることについては特に、確証はなく、江戸時代の官定家、住吉広之 -1811 年が、和金において言い始めたことであり、高吉源氏なる呼び方が広まったのは、明治時代以後のことであるとされている。近年の研究の進展に伴って、 現存する部分だけでも、顔を描く時の筆地、画風の違いなどからの4つのグループに、また言葉書きの書風はの5つのグループに分かれ、これらはそれぞれ別の制作グループによるものと考えられるようになった。したがって、現在では、高吉源氏と呼ばれることは基本的にない。ただし、藤原高吉が本絵巻物を制作したグループのどれかの中にいた可能性はある。ないしは、 高いと考えられている。現氏物語絵巻とは、桜井清香により、徳川美術館に保存されている原本を複製したもの。最新の科学技術を使って原本を正確に複写した平成復元模写と違い、絵に桜井清香自身の個性が反映されているため、原本とはまた違った絵画作品となっているとされる。ありがとうございます。